国際科学技術博覧会は、主に、筑波研究学園都市の茨城県筑波郡、八田部町みゆきが丘をメイン会場として、1985年3月17日から、同年9月16日までの184日間に、渡って行われた、国際博覧会。開催前年の1984年撮影の、会場周辺の空中写真。 パビリオン等の施設の多くが確認できる。1984年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。蒸気画像とほぼ同じ範囲を撮影した1990年の空中写真。パビリオン等の施設は撤去され再開発が進んでいる。 1990年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。1978年に科学技術庁がエネルギー問題を中心とした科学技術博覧会構想を立案し、9月22日にコンセプトプランを発表。1981年1月に テーマや基本構想原案がまとまり4月22日に国際博覧会に関する条約に基づく特別博覧会として登録され開催が決定し財団法人国際科学技術博覧会協会が主催となって行われた人間、居住、環境と科学技術を博覧会統一主題とし日本を含む48カ国と37の国際機関が参加した 挿入場者数は2033万4727人であった。首都圏で行われた万博という開催場所の地の利も手伝って、この挿入場者数は当時の特別博覧会史上最高入場者記録となった。会場面積は101.6ヘクタール。宇宙、地球、人間、科学、芸術などの未来像をイメージして作られたという。形は 青字の三角形の中に白丸と二個の輪が描いたものが使用された。三角形の頂点は筑波の山々を表し、三つの角は人間、居住、環境を、白丸は太陽を、二つの輪は人間と科学を表す。田中和光作。マスコットキャラクターはコスモ聖丸。1981年から1982年にかけて、 日本全国の小中学生から公募され、当時愛知県市宮市に住んでいた、中学1年生の女子生徒が UFO をイメージして描いたものに、選考委員だった和田誠が仕上げを加えたものであるという。なお当初は、ピコちゃんという歌唱が付けられていたが、アンケート調査などを経て、正式名が決定した。CM や宣伝番組出演時の声優は、富田光星。 開会式は、開幕前日の3月16日にエキスポプラザで行われ、皇太子、秋人、同妃、美智子、綾宮文人が臨場し開催された。参加48の国旗、国際機関、28のパビリオンの入場行進は、エキスポ85マーチで、服部勝久が作曲した。吹奏楽団と合唱団は、茨城県内の高校の生徒から選抜され、 合唱団は、全員が、女性による、女性合唱であった。還元学は、NHK 公共学団で、指揮は、富山雄三であった。国旗、国際機関の慶応の際には、エキスポ85参加ここは、宇宙が合唱された。美瑛が、美瑛副議長から、博覧会協会会長のどこを年寄に手渡され、どこを、官房長官の藤波隆夫。 皇太子らが式辞を述べ、博覧会担当大臣の竹内はじむ一により、開幕のスイッチが押された。開会式では、他に、アトラクションとして、N 教と和数ボットによるバッハの G 戦場のアリア、茨城大学教育学部附属小学校の児童によるシンセサイザーのためのベートーベンの公共曲第9番の演奏が行われ、フィナーレには、 西条秀樹と子供たちによる一万光年の愛のライブパフォーマンスで終了した。閉会式は最終日の9月16日にエキスポプラザで行われ、皇太子夫妻が臨場の下開催された。参加48の国旗、国際機関、28のパビリオンの入場行進の後、博覧会協会会長、どこを年首相、中曽根康弘。 皇太子らが式辞を述べ、国旗、美液、科学万博旗、国際機関旗が一斉に下ろされ、美液が1986年のバンクーバー国際交通博覧会、パトリック・リードに引き継がれた。その後、ブルガリア人民共和国、オーストラリア・カナダで開催される万博の成功を祈願して記念品が贈呈された。最後に、万博に参加した関係者に、子供たちから、 花束が手渡され、ホタルの光が流れる中、閉会式が終了した。第一会場茨城パビリオンエキスポ85、日立グループ館東芝館だけの劇場三井館、住友館、3D マイナスファンタジアム住友館天井に、釣ってあったエリカの像 UCC コーヒー館、UCC コーヒー館のステージ HSST2 本、IBM 館車館、 富士通パビリオン TDK 不思議パビリオン不要ロボットシアターエキスポパークソニージャンボトロンテクノコスモスの観覧車 NEC C& C パビリオン集営社間外国館の前にあった大仏筑波科学博送電鉄道エキスポールはスリムな外観と力学的構造の簡潔な線の流れが近寄るにつれてダイナミックな印象を人々に与えるとともに 見る位置によって4本の支柱が2本あるいは3本に見え、景観に変化をもたらしている。特に、アームの付け根部分を円盤状にすることで、日本古来の方形の足室と丸窓の調和日にも通じる美しさを表現している。現在でも6機が化学万博跡地にそびえ立つ。諸元として、高さは45メートル、15万ボルトの電流を流している。 1984年に完成。東京電力の設計で、黒川希少がデザインコンサルティングを務めた。回期中夜間の人々の移動を考慮して、エキスポールにも屋外照明が設けられている。回期終了後、メイン会場跡地は工業団地に転用され、D ブロック跡地には科学万博記念公園が設立された。 桜村あずまの第二に会場は、翌1986年4月17日にメモリアル施設である、つくばエキスポセンターとして整備、開設され、現在に至っている。つくば研究学園専門学校に豪間科学、万博のソ連館を移築したもの優勢省は、ポストカプセル2001というサービスを行った。これは、 科学万博郵便局内に設置した専用ポストへ、投函した、または、ポストカプセル郵便であることを明記した手紙が、16年後の21世紀、最初の元日である2001年1月1日に、届くというもの。配達当日には、郵政省が消滅し総務省に再編されており、当時の郵便はがき一用の値段より値上がりし、 郵便番号も3桁から7桁化されていたが、326万636通の郵便物が、差額なしで、投函時の値段40円で、郵便配達された。配達までは、つくば学園郵便局で保管されていた。記念貨幣日本航空が、オフィシャル、エアラインとなり、ほぼすべての機材に博覧会のロゴマークを入れて、運行したほか、多くのパッケージツアーを主催した。 場内で運行されていた HSST も日本航空と名古屋鉄道の共同開発によるものだった。ありがとうございます。